石狩太美駅は、北海道石狩郡東別町太美町にある、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。駅番号は、G12。電報略号は、リミ。1976年の石狩太美駅と、周囲約500メートル範囲。左下が、札幌方面。単式と島式の複合ホーム2面3線。駅舎横の新突川側に串型形に切り替えた。 貨物ホームと引き込み線を有する。1983年時点で駅裏側の副本線は札幌側が切られて引き込み線化された。また1993年までに双方向とも安全側線が設けられている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成駅周囲の東別太市地区と 隣接するミスエ地区から一時ずつ取って命名したものである。開業時すでに同音の駅が存在していたため、旧国名の石狩を冠した。東別太市はアイヌ語の東別太に、ミスエはアイヌ語のポンピトイに由来する。なお、東別町では、殺傷線北海道医療大学駅以北の路線廃止に関連し、自治体名を石狩市と誤認している町外の方が多いとして、 当駅と石狩東別駅の駅名から石狩の故障を削除することについて JR 北海道と協議。2021年4月14日に JR 北海道は2022年春のロイズタウン駅開業に合わせて当駅を太見駅に解消することを発表した。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅、石狩東別駅管理の無人駅。駅舎内には 乗車券簡易型自動券売機及び簡易自動、改札機が設置されている。一番線に乗車駅証明書発行機及び簡易自動改札機が設置されているが、こちらは時期券投入口が塞がれており、実質的に IC カード専用である。キーとかの利用は可能だが、カードの販売は行わない。簡易委託で使用されていた窓口は閉鎖されたまま残されている。 以前は駅舎内に生チョコレート製造販売店ロイズ JR 石川リフト見店が設けられていた。2010年4月3日に観光情報プラザフィーカが設置され飲食が可能。駅周辺は札幌から広がってきた住宅街があり、街ができているが少し離れると農村地帯になる。ありがとうございます。